今回は日本一の富豪は米国のイメージが壊れつつあると語ったと題された CNN の記事からになります。黒人男性が白人の警察官に押さえつけられ死亡した事件がきっかけで人種差別に対する抗議デモが続いているアメリカ。平和的なデモ、暴徒化、連帯、歴史上の人物の像の破壊の光景などなど、事件そのものも含め今回の一連の出来事は世界に衝撃を与えています。CNN のインタビューに応じたユニクロの柳井会長は現在の状況に関し、アメリカの人心が荒廃していることを示しているとした上で、政治的な状況はとても擁護できるものではなく機能していないと指摘。世界はアメリカに対する見方を変えていると差別問題に揺れるアメリカを痛烈に批判しています。柳井氏の発言は CNN の記事では数時間でコメント数が1000を超えるなど、現地アメリカで非常に大きな反響を呼んでいます。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。We'll be right back.